乾杯しよう。ワインだな、君は。匂い白ワイン。あ、ありがとうございます。乾杯乾杯。イエーイ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 。ぬる、ぬるいからなんかぬる、うん、氷溶かしながら、うん、うん、美味しい。うまいっす。美味しいね。うわー、すきっ腹にくるわ、これ。これ、しみるね。しみますね。しみる。うん、美味しい。あー、お腹すいた、やばい。そうなんですよね。ほんとお腹すいた。いや、マジで腹減った。こう、なんか、これ、なんかこの絵的にいいんじゃないですか。いやー、やっぱね、仕事頑張ろうっていう気持ちになりますよね、こういうとこ来ると。うん、うん、いや、この椅子もいいし。まあ僕の椅子じゃないですけどね。すいません。はい。ああ、吉江さんのとこに出しますよ。僕もあの隠れ YouTuber ですからね。 YouTuber もどき。YouTuber もどきですから。いやいや、僕あの僕ね、YouTuber ですからね、一応。YouTuber もどきですから。YouTuber もどきですよ。まあね、他の YouTuber では絶対撮れないね、このスパム的な動画ですよ。何本アップすんだみたいなね。あ、トマトが来た。これ299円の、濃度が 4.4 から5の。あれ違う？あ、そうなんだ。ちょっと、じゃあ、いただきます。じゃあちょっとピトマト、僕トマト大好きなんですよ。トマトいただきます。デリシャス。あのね、トマトがね、いい感じで硬い。今日はなんかお刺身の分はなし。めっちゃうめえ。トマトがここまで胃にしみることあんまないっすね。いやー、うまい。お腹すいた。お腹すいた。下準備ですね。下準備しちゃい。どうぞ切ってください、吉江先生。切っときますんでね。え、吉江食堂はここから取るんじゃないんですか？ここから取りますよ。でも30分の枠だから。あ、下準備を。下準備をその先に。へえ。しちゃっておくと電気つかない。この方が。あのストーカーのなる子たちがね。そうか。ヨシピンも刺されないように気をつけないとね。よっしゃー、ちょっとうまい。本当だよ、今日帰りメイク落としてから帰ろうかと思うぐらい。ずずしくも、あれですよ、私、この間、よく人に声かけられるんだけど、はいはいはい、この間はね、ついてきちゃって、スーパーとかまで。男ですか？うん、諦められませんとか言って、ついてきちゃったの。断っても。何回かあったことなんですか？いや、1回ほら、普通にナンパされるじゃん。はいはいはい。で、断るじゃん。で、ついてくるんですか？そう、スーパーとかまでついてきちゃう。へぇ。家の下とかまで、六本木から連れて帰ってきちゃう時があってね。大丈夫だよ。大丈夫、はいはい。大丈夫だし。はいはい。はいはい。いつも通りね、1回はやんなきゃいけない。いけないんだ。決まりだから。決まりなんだね。キモいでしょ。いいんですよ、キモくて。キモいぐらいがちょうどいいんですよ。キモいぐらいがちょうどいいんですよ。ゆいちゃんはその子お客さん大丈夫？あの、勝手に店に来たんじゃない？あ、店に来たんだ。でも、来たんですよ、いきなり。なんか、で、ないな、あの時ごめんね、みたいな。うん。俺、ストーカーみたいなことして、みたいな感じで謝られて。うん。で、こっちもなんか、あんな終わり方だったから、うん、うん。現場じゃないですか。うん、うん。なんか、いつものゆいに戻ってよ、とか言われて。うん。まあ、そうだよね、つって。
オロナイン懐かしい。それで来てったんだ。なんか2日連続で来たみたいで、私その1日目いなかったんですけど、うん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 、次の日も来て。へえ、すごいね、この人も。怒鳴られ、釣られてね。よく食うね。半端ないよね。いや、腹減った。しかも男でってもう分かってるわけじゃん。そうそう、腹減った。それでいつもの湯に戻って、とりあえず腹減った。なんじゃそれ、おい、大丈夫だったみたいに心配してる。とりあえず腹減りましたね。完全に笑い話。いや、まあ、よかったね、キノコは。変な終わり方じゃなくて、ね、そうですよね。一旦は、まあ、変な終わり方になってましたもんね。また家の前まで行ったらまたやるだけなんだよね。これなんかの形ですね。これなんかの形だな。次こそ走って逃げないと思う。すごいよね、みんなね。その情熱をどっか違うところに向けた方がいいよね。はい。またちょっと何かあったら撮ろうと思います。